もうまあ、まあでもいいんじゃない。うん、これぐらいこれだからね、向こうのところが当ててればいいと思う。そうそう、鉢のさ、外側こうだけ全部止めちゃえば、そわしちゃんが学校で光合し、これなら大惨事になることはないかな。うんうん、あらららら、こうだもん、あれです、おお、すごいじゃん。これなんかね、ここ開いてるんだけど、あ、なんかいい具合にはまってるんだ、ギュッてなってるから、いいよね、すごいじゃん、いいよね、いい感じ。あの人もね、そう、そしてやつね、いちご、割と新しいやつ、そう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 、あ、ちっちゃいのちょうだい、こういうのは葉っぱ落ちても上手に出てこんだから、茶色のビスがあれば一番いいんだけどね、これ目立っちゃうから、これしょうがないけど、まあ大丈夫、それは確かに伸びすぎちゃって、あの帰る時にはバッチリ剪定してくれるかもしれないよ、邪魔で伸びすぎちゃう、帰りませんって言う、そう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 僕らこっちの方がいいんですけど喋れたら、そう、あの家やだよな、ついし、そうだよね、この夏とかもだって、だからすごいにやりすぎて普通にあの乾燥しちゃうと思うよ、だから溢れるじゃない、うん、大丈夫です、うん、結構吸収するもん、thank you.
ありがとうございます。Thank you.
ってしまうというかあるんですけど、なんかそれをなんかすごいフレッシュアイで見れたというか、あ、こんなこともできるんだなっていうのが、なんか私もちょっと学ばせていただいた感じがありました。こんなに変わるっていうぐらい違うな、全然違う。これなんかでも成長がすさ、これなんか全然変わる。ちょっと待って、いやそれもめっちゃ変わってます。あ、そう、これ本当はね、口に入れ替えと思ったんだけど余計なことしない、まあ面倒だなと思って何もしなかった。あ、ありがとうございます。 これも葉っぱめっちゃでかくなってる。あ、そう、でかくなってます。あ、そう、すごい、やっぱモンステラの葉っぱの切れ込みが入り方がすごい。違えてる。わかんないで水をちょっとやりすぎたら、はい、これ、すごい。このバンの高さに合わないかもね。乗るかな。あ、中にお父さん乗ってた。あ、ああ、はいはい、うん、ああ、そのまあ、これいいんじゃない。こういう状態だったら、はい、ああ、意外に、あ、いけた。
前に出てほしいね。それをさ、もうちょっとこう、そう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 、あ、これいいじゃん。